北海道北見市で開かれているカーリング女子のピョンチャンオリンピック日本代表決定戦は第4戦が行われ LS 北見が中部電力に9対5で勝って通算3勝目を挙げピョンチャンオリンピックの代表に決まりました LS 北見は北見市を拠点とするチームでオリンピック初出場ですカーリング女子で日本は去年と今年の世界選手権の成績から6大会 連続のオリンピック出場を決めていて、先に参照したチームが日本代表に決まる。今回の決定戦では、今年の日本選手権で優勝した長野県の中部電力と去年の日本選手権で優勝し、その後の世界選手権で銀メダルを獲得した北海道の LS 北見が対戦しました。LS 北見は2勝1敗と大手をかけて、第4戦に臨み、第1エンドに、 相手のミスで巡ってきたチャンスに、スキップの藤沢さつき選手が正確にショットを決め、3点を奪って主導権を握りました。さらに6対3とリードして迎えた第7エンドには、決定戦で好調なサードの吉田智奈美選手が、相手のストーンを2つ弾き出す力強いショットを決めるなど、不利な先行で2点を追加し、8対3と突き放しました。LS、北見は9対5で勝って、 通算3勝目を挙げて、ピョンチャンオリンピックの代表に決まりました。LS 北見はオリンピックで、トリノ、バンクーバーの2大会に出場している、元橋真理選手が結成したチームで、選手全員が北海道北見市の出身です。オリンピック出場は初めてです。中部電力は、スキップの松村千秋選手が、ラストショットに正確さを書き、4年前に続いて、 オリンピックの日本代表決定戦で敗れました。LS 北見は2010年に結成 LS 北見は北海道北見市の旧所町を拠点とするチームでオリンピックの鳥の大会とバンクーバー大会に出場した元橋真理選手を中心に2010年に結成されました。LS はロコソラーレの略でトコロッコという意味のロコにイタリア語で太陽を意味する。 ソラーレを組み合わせました。3年前に北海道銀行のメンバーとしてソチオリンピックに出場した吉田智奈美選手、一昨年には中部電力のスキップとして日本選手権を4連覇した藤沢さつき選手を補強しました。結成当初からのメンバーとなる本橋選手と吉田優里花選手、それに鈴木優子選手を合わせた5人のメンバーはいずれも地元。 北見市の出身です。チームは補強の効果を反映するように成績を上げ、現在のメンバーになって初めて臨んだ。去年の日本選手権で初優勝し、その後の世界選手権では日本勢として初めてのメダルとなる銀メダルを獲得しました。そして優勝すればピョンチャンオリンピックの日本代表に決まる今年の日本選手権では 出産から復帰した、元橋選手をサードに起用し、予選リーグから9連勝で決勝に進みました。しかし、決勝で、中部電力に敗れ、今回の日本代表決定戦に回りました。日本代表決定戦では、銀メダルを獲得した、世界選手権のように、元橋選手がリザーブに回って、チームを支えることで安定した力を発揮し、中部電力に3勝1敗で勝って、 代表に決まりました。吉田優里花選手、逸話出場をほっとしている。吉田優里花選手は、北海道北見市出身の24歳で、姉で、チームメイトの吉田智奈美選手の影響で、小学校に入学する前から競技を始めました。高校の時に、元橋真り選手に声をかけられて、チーム結成の時から LS 北見に入りました。 ストーンを狙った場所に止めるドローショットを持ち味に不動のリードとして活躍しています。初めてオリンピックに出場するリードの吉田優里花選手はオリンピック出場を決めることができてほっとしています。サポートしてくれた方々へ感謝の気持ちでいっぱいです。オリンピックでも戦うのは相手チームではなく会場の氷、アイスと向き合って戦うという気持ちで臨みたいですと話していました。 鈴木優子選手、また強くなって五輪に臨みたい鈴木優子選手は、北海道北見市出身の25歳で、チームが結成された2010年からのメンバーです。身長1メートル45センチと小柄ながら、力強いスイープが持ち味で、他の選手が投げるストームをコントロールして、作戦通りの位置に導く役割を担います。今年の日本選手権では、 キャプテンの本橋真理選手が出産から復帰したため、リザーブに回りましたが、今回の日本代表決定戦では再び、セカンドとして出場していました。初めてオリンピックに出場するセカンドの鈴木優子選手は、チームのみんなで支え合って、日本代表決定戦でも楽しくカーリングをすることができました。オリンピックへ向けて課題もあるので、 また一段階強くなって臨みたいですと話していました。吉田智奈美選手、地元に帰り出場を決められてよかった。吉田智奈美選手は、北海道北見市出身の26歳で、中学時代、日本選手権で、当時の日本代表、チームは大森に勝つなど注目を集めました。高校卒業後、北海道銀行に入り、前回のソチオリンピックでは、日本勢で過去最高に並ぶ。 5位入賞に貢献しました。ソチオリンピックの後、北海道銀行を離れることになり、競技を続けることを諦めかけましたが、元橋まり選手に誘われ、LS 北見に加わりました。チームでは主にサードとしてスキップの藤沢さつき選手を支えるとともに、持ち前の弾ける笑顔と明るい性格で、ムードメーカーの役割も果たしています。前回のソチオリンピックに、 北海道銀行のメンバーとして出場しているサードの吉田智奈美選手は地元に帰ってきて、このチームでオリンピック出場を決められて本当に良かったです。また行けるんだなと、ほっとしています。支えてくれている人たちのためにも、日本代表として責任を持ってオリンピックに挑みたいですと話していました。藤沢さつき選手、このチームで勝ったことが嬉しい藤沢さつき選手は、 北海道北見市出身の26歳で、高校卒業後、カーリングチームの強化を進めていた長野県の中部電力に入りました。中部電力では、司令塔のスキップとして、強気な作戦や相手の複数のストーンを一気に弾き出す力強いショットを持ち味に活躍し、2011年からは日本選手権で4連覇を成し遂げました。しかし、 前回のソチオリンピックの代表決定戦では敗れました。おととし、中部電力から地元の LS 機ミに移籍し、スキップとして世界選手権の銀メダル獲得などに貢献していました。初めてのオリンピック出場を決めたスキップの藤沢さつき選手はチームメイトに支えられ、助けられて日本代表決定戦を戦いました。 このチームで戦って勝ち切れたことが嬉しいですと述べ、メンバーへの感謝の気持ちを示しました。その上で、オリンピックに向けては、出場したことがないので、どんなところなのかまだわかりませんが、これから、しっかり成長して、大会を迎えたいと話していました。元橋真理選手、チームの一番の目標を叶えられた元橋真理選手は、北海道北見市出身の31歳で、オリンピックには、 青森のチームのメンバーとして2006年のトリノ大会、2010年のバンクーバー大会に出場しました。バンクーバー大会の後、北見市に戻り、生まれ故郷からオリンピックを目指したいと地元の若い選手たちに声をかけ、LS 北見を結成しました。LS 北見では明るい性格を持ち味にリーダーとして若い選手たちを引っ張ってきました。2015年に出産した後は、 競技と育児を両立させながら、オリンピックを目指し、今年の日本選手権では、サードとして活躍しました。今回の日本代表決定戦では、リザーブに回って、戦略面などでチームを支えていました。LS 北見のキャプテン、本橋真理選手は、24歳の時に、地元の北見へ戻ってこのチームを立ち上げ、多くの方に支えてもらって、チームの一番の目標であったオリンピック出場を、 叶えられることはできたので、まずは感謝したい。日本代表決定戦で、自分は試合に出ることができず、悔しい思いもあるが、頼もしい後輩たちがいて幸せですと話していました。そして、自身にとって3回目となるオリンピック出場については、オリンピックまでの5ヶ月をどう過ごすかが大事で、明日から気持ちを切り替えて、各国の代表チームとの対戦に向けて力をつけて、 行きたいと話していました。北見でパブリックビューイング北見市ではテレビで観戦した市民たちが地元を拠点とするチームのオリンピック出場決定を喜びました。北見市の北見市民温水プールではパブリックビューイングが行われ午前9時頃から市民たちおよそ50人が集まりました。試合開始直後の第一エンドでスキップの藤沢さつき選手が ラストショットを決めて一挙に3点が入ると大きな拍手が起こっていました。そして LS 機ミが勝利すると用意されたクス玉が割られ集まった人たちは地元を拠点とするチームの初めてのオリンピック出場を喜んでいました。観戦した男性は試合内容はハラハラドキドキする展開でしたがオリンピック出場が決まってよかった。オリンピックではぜひとも頑張ってほしいと話していました。